ここ京都県京都市左京区浄土寺高潮町に到達したと宣言します。おはようございます。米沢人のヒルパイン TV。 はい、この時間の日曜日の、総武観光船、まあ6時、7時前ですけど、こんなに空いていることは過去なかったんじゃないですか。はい、ライアキヤバラ駅から山手です。外回り、もうやっぱりさっきの総武観光船側のガラガラではそうでしょうね。7時前の東京駅とはとても覚えないですね。誰もいない、窓口に行列もない、これが現実です。さあ、そして米沢は今日は人生初2枚のカードタッチして新幹線に乗るやつです。出ました、快適だね。モバイルスイカではありえないね、これね。はい、こちらですか。まだ開いてなかったね。しかも後ろ来ちゃったよ。乗れますね。ご案内いたします。当たり前のことが起こってます。小田号新大阪行きです。重席は一号車から6号車の隣のコンセントも使える前提でテーブルだと持ってこなかったけど大丈夫だね、多分ね。この電車は全席禁煙となっております。よいしょ。小田号を座り、そりゃそうだ。開いてないんだね。まるで開いてないね、これね。ちょっと待合室のチェックだと進む。あ、そこは開いてるんだね。さすがに売店を全閉めってのないんだね。
足も何度も進んだ。はい、窓閉めて、一窓しか開けてないね、西日本の緑の窓ですね。さあちょっとここで食料を買ってから次の行動です。はい、改札から一番近い在来線の公認ロッカーガラガラです。これが現実ですね。ここにショルダーを付けてリュック一つになります。この時カメラ回ってなかったですけど、JR 京都トリノリーが走った2人ですね。流行バスは運休しております。はい、銀閣寺道バス停で降りました。途中結構 2,3 人ずつ乗って降りて繰り返してここで空になりましたね。さあ学術調査です。はい、銀閣寺です。空いてるし参拝客がごく一部いますね。明らかに、考えられないレベルの人通りですが、この中の、9割は配下、1割がここの参拝者のような感じです。はい。明らかに地元民が登りに来たってことですね、これね。もうみんな懲りないな。お前が一番懲りてないだろう、米沢なんだけど。はい。明らかにいっぱい来てるわ、これ。さすがすぎるぞ。はい、正式な駐輪場ももちろん混んでるね。はい、さあ米沢もちょっとストレッチしましょうね。しかしまあマスクしてない人たくさん密になってるんだけどさ、これさ空気おいしいからいいとこ持ってんのかな、みんな。まあこれが日本ですね。お前も人のこと言えませんっていうことですが、久しぶりの眺望ですね。大文字焼きからのね。はい、休憩します。はい、大文字山山頂に到着しました。相変わらず密だよ、みんなマスクしてないで。もうこれ3密っていうデマキャンペーンの影響だと思うんだよね。3密になってなきゃいいんだみたいなね。本当西谷処刑でいいよ、もうあいつは。西谷じゃない、混じっちゃった。西浦だと押したりな。本当処刑でいいですね。さあ、そんなわけで、この裏の林から、いわゆる校長町に降りられるんですけど、手前の道に行かした方がいいのかな。まあちょっと悩んでるところですが、とにかくここでは大休止です。はい、三角点も見ておきましょうね。はい、三角点です。三等三角点、大文字山です。はい、ということで米沢大文字山の、山頂の展望台ベンチの空いてあるところの後ろのね、造林跡
往々にですね、まあかなり急ですけども、そんなに怖くない安全、比較的安全な道ちゃんとついてましてね、そこ下ってったら普通に、ここベッド張りますけども、この辺のね、大文字山近辺の登山道の整備されてる方のウェブサイトに、この道が出てたんだよね、この二つがね。なので間違いなくね、ここ、京都県京都市左京区浄土寺、高町町に到達したと宣言します。さあ、米沢なぜここに来たかというとですね、言うまでもありませんが、この高町町を昔国土行政区画総覧に、広山町という名前で掲載されていて、その山の字が山辺にと占める独占の線、山辺に線と書いて、山と読む。広山町となっていたんですね。ここを唯一の根拠として、JIS第二水準にこの山辺に占めるという字が登録され、そして、その当時の緩和辞典に一切収録されていなかったということでね。これが、幽霊文字呼ばわりされたっていういつのパターンですね。ところがなんと、それも誤字だった。この山辺に占める誤字だったようで、ご覧の通り、JIS漢字、辞典に出ているね、当時の国土行政区画総覧、なんと手書きで高町町に修正され、山辺ではなくて幅辺になっているというね、幻の字でしたということでした。しかし実際にはこの山辺に占めるという字は、関東地方において、刷毛、崖が崩れた地形を表す言葉ですね。この刷毛、ここに使われておりましてですね、まあ、行きましたね、所沢市の大刷毛、それからあと、立山市の白萩、すでに訪問済みでございます。そちらは本当に実在したというか、衝突用例ですね。偶然一致したってやつで衝突用例ということになります。まあですね、これ米沢本当インターネットの申し子というかね、ネットで各種情報を調べた結果、簡単に到達できただけでね。これ実際JISのその、JIS漢字、ね、その、幽霊文字の全部調査をした笹原先生を筆頭にね、調査した別のJISの委員の人が、ここ来てみようっつって、来てみて、カップルで相談したっていう、相談しかけたっていうね。まあ、有名な話がありますが、米沢はインターネットで情報を仕入れてきたので、超安全にたどり着けています。本当、インターネットの申し子だね。そもそも米沢がこれ、あのね、山登り、軽登山なんかね、ネットなかったら一生やろうとも思わなかったしね、能力的にも無理でしたよ。いろいろ器具とかね、先輩の意見とかを聞いてるからできてるってことで。まあ、実にありがたい話ですが、これで米沢、幽霊文字山、山辺に占める、元祖の土地、訪問できたことになります。お疲れ様でした。はい、無事下山してまいりました。ということで、ここでね、今、ストックと、手袋、チャリ用のね、指出る手袋、片付けまして、普通に下山します。なんと、往路でいっぱい止めてあった自転車がほとんどない。みんなチャリで登りに来たんだね、朝早くね。はい、当然午前中にも帰ったんでしょう。はい、引き続き車道まで降りてまいります。金閣寺通りバス停、からすぐ裏手にありますマスタニさんに開いてるのかな、開いてるのかな、開いてますね。マスタニさんのチャーシュー麺350円です。この背脂素晴らしい。チャーシューもでかいですね。よいしょ、麺に太いチャーシュー薄めのでかいやついただきます。背脂の味しかしない、やばい。鶏ガラと背脂フュージョンしてますね。何気が美味しい。あ、一瞬塩味を全く感じられなかった。めっちゃビビったんですけど大丈夫でした。塩味が来てますね。昔ながらの、あのあれだよね、繊細さを考えない、とにかくうまけりゃいいってやつだな。
うまいです。そして上司にいただきましょう。めっちゃ昔ながらのチャーシューだね。すごいしっかりしてました、うん。まあ今時の人にはちょっとパサつって感じるかもしれないけど、米沢はこれが本来のチャーシューだと思うな。年寄りです。うまい。チャーシュー麺並み5分間食でした。スープもう、最後にやっぱネギがいっぱい残って、噛みながら食べるとね、こう背脂のまろやか、背脂がまろやかさにしかならない。完成度が高い、飲み干してこそ価値のある、まあジャンクっちゃジャンクの美味しいラーメンでした。ごちそうさまでした。はい、金閣寺道バス停から17番ゲート京都市へバス、京都駅行きに乗ります。市バス17系統河原町通りから市場河原町。大人の休日クラブというカードをタッチしてくれました。そしてマスクせず大声で喋っているおっさん、お兄ちゃん、さすが関西ですと言うと京都の人は怒りますね。さあ、というわけで今日小山グリーンハヤトクで19時の便を予約してあるので、でむっちゃく4時間余ってますね。もちろんこのためにさっき新幹線のガチェス調べたわけでね、4時間パソコンいじろうかなってことでね、動画編集とか相折りつぶしの改造とか、京都ポルタ。まあ、通路は全く閉鎖してなくて、コインロッカーとか来てて、照明暗いままね、ベンチとかは開放されてるみたいなんで、寄り道が湧いてくるみたいですね。新幹線待ち合室は新幹線入場しちゃわないといけないんで、外出られないですけどね、寄り道広場ならいつも外に出られるんで、そこはありがたいところなんですが、ここじゃないよね。ない、トイレ開いてんだね。普通に電源生きてました。ここで、あ、でも満席ですね。あ、そう。はい、結局悩みましたが、京都行き、烏丸口、2階吹き抜け、ミスド、コンセント席、ブロックウォッシュで、ホットコーヒー、作業しますかね。はい、かなり時間潰しました、ミスドで潰しましたけど、ちょっと寒くなってきたんでね、撤収して。新幹線、山陽新幹線で車両点検でめちゃめちゃダイヤ乱れてるんですけど、これから乗る小玉号、今やってきました。こいつは帝国です。小玉752号、東京行きグリーン車に乗りますよ。目視の限り14号車まで一人も乗ってないですね。あ、13号車と何人か乗ってます。はい、あ、ここでグリーン車お一人乗ってますかね。3席売れてた気がするんだよな。4席目を買った気がするんだけど、買って水曜日に買った時に。
車駅京都駅です。19時10分発のこだま750号、やっぱり私の置いといたくですね。飲み物買っちゃった。飲み用のものですね。はい、こちらでございます。よいしょ。はい、では帰ってまいりましょう。はい、この後も客は当選一両で数人、新幹線の空気は10分ぐらいで確か全部入れ替わる、もろもろの条件考えるとマスクはしなくていいはず。ということでグリーン車特権、前のテーブルには MacBook Air 置いてますけど、サイドテーブルが別に使えるということで、こちら由比歩純米吟醸、先ほど、新幹線改札内売店で買いました。いただきましょう。おっと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 、こぼしちゃった、もったいない。はい、いただきます。めっちゃ甘い香りが来るんですけど、あんま甘くないです。甘、もちろん甘いんだけど、びっくりする、甘い香りだけが口の中に広がります。でかなり香り強いですよこれ。面白いね。あ、でちゃんと純米酒の米の味が結構後味できますね。めちゃめちゃ面白い酒ですね。なんかワイングラスで飲む日本酒アワードで金賞みたいな話で、なるほどね、確かにライスワインっぽい感じがします。堪能していきましょう。こぼしちゃったけどね。はい、ユイホでジーンズが濡れてるのは見なかったことにしていただいたから。そしてこれはお土産品扱いなんだろうけど、それでいただきます。全部お土産だからね。はい、ヨルザのかつて使っていた日本一辛い黄金一味を使った柿の種だそうです。まあ、いわゆるね、鷹の爪の10倍辛いという国産の唐辛子っていうんですけど、まあ米沢これね、一味としてかけて通販で買って使ってましたけど、まあ辛くないよねっていうね、まあ、爽やかな辛みあるんだけどね、激辛ではない。まあ農家教員としていただいてみましょう。柿の種とした激辛でした。あ、これ黄金一味出した。はい、まあ米沢基準ではピリ辛なんですけど、ピリ辛の上の方かな。普通の辛さまで増してないです。普通の人にとってはこれは激辛、ギリギリ激辛加減ぐらいなんじゃないかな。はい、そしてあの黄金一味のね、あの爽やかな感じはすごく再現されてますわ。はい、お手でいただいていきましょう。ね、赤唐辛子の10倍の辛さ、大したことはないってことですけど、風味がいいですね。はい、ただいま岐阜羽島駅で通過待ちです。今のところ定時ですね。のぞみの筋をそのまま遅延ごとに振り分けて、こいつはその筋を対比する形の小玉かもしれません。そして今西日本でしか売ってないカール買いましたね。久しぶりだね、カール食べるの。ほんとね、あ、今なんだかの望みが追い抜いていきました。はい、いただきましょう。うん、この口腔内の水分を吸い取られるこのカールのうまさ、カレー味がないのは残念ですが十分美味しいです。いわゆるポン菓子ですね。ありがたいです。お、岐阜羽島駅で結局2本の望みに追い抜かれた結果ね、遅延が始まりましたが、なんと名古屋で追い抜かれるのかな、これ斬新ですね。名古屋で追い抜かれるのはね。はい、ダイヤ乱れの、まあ、副産物というかね、鉄オタだけが喜ぶやつですね。はい、はい、普通に盗みに追い抜かれました。激アツですね、念のこっちゃ。光を抜かれるんですか、マジか。お、光が入線してきてこっちが合ってる。これもかなり激アツですね。むしろ胸アツと言ってもいいレベルですね。
この新横浜とか品川でたまにあるやつ、名古屋で見られました。はい、こだまを最大名古屋で8分遅れてたんですけどね、定時回復しましたね。なぜでしょうよくわかんないけど。そして6分差で総武快速線地下5階ホームに乗り換え間に合うのか。でも今日は2枚重ねだからな。さあ走ってみましょう。てか誰もいない、これが現実だ。来てなかったね、間に合いました。てか誰もいないね、ホームに。当たり前か。まあ5分弱だね、東海道新幹線から地下5階総武快速線乗り換えは5分弱です。これあれですね、延々と名古屋とか名古屋以前からね、ユアシキップ乗り継ぎしてたり、確かこれでしょう。まあ推薦、まあガラガラですね。もともとそんな混んでないですけど、まあガラガラだな。やっぱはい、新宿駅で降りまして、本日の日帰りの、野良学術調査完遂ですね。はい、ということでお疲れ様でした。日本酒も飲みましたけど、特に体調に変化なく、まあ、疲労だけですね。普通のかつて普通に山登りしたら普通にあった普通の疲労、筋肉反応体力あっただけでございました。いいかな。さあ、ということで明後日は祝日だね。極左には許しがたい祝日だけど、労働者の権利で。さあ、どこに行くでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。